死ぬどころじゃないでしょ。死ぬじゃん。5月1日になんか大事故が起こった。重機がぶっ倒れて民家で柱を落としたの。針がぐっしゃー曲がっとる。はい、あ、突然すいません。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。本日は大阪府大阪市西宿所この花区、この花区っていうところに来てるんですけど、5月1日になんか大事故が起こった。重機がぶっ倒れて分は無償だったんです。民家で柱を落としたの。その今現場に来てるんですけど、まあ俺ちょっと今裏も見ていいんだけど、裏にね民家の後に刺さったところに見えるんで、あれですけど、ね、はい、柱がこれあれが多分倒れてる。それだけで彼女のことなんですよ。あれだ、ただもうトラックから自宅にしてあげたんだな、置くとこがないので。トラックはもうあるじゃん、はい、長いみたいな敷地が広いって言うけど、ここ多分トラック入れて、多分トラックが自家電車上にあげたんだから、そのやつがバーンと上に置いたら、そしたら中から置いたら、これ針が曲がって、針がぐしゃー曲がってるやろ。はい、わかる。あ、わかります。はい、すごい。何度でもこの間まあ、ボールが折れてるから多分、この辺の問題かな。ボールが、だって重機のだってあれだよね、多分伸ばして、孫が多い。孫じゃん、ブーム、親のブームの方なんかもう、とにかく竿がボギーンって折れて、ね、どれぐらい折れた、先っぽ半分ぐらい、半分ぐらい、真ん中ぐらい、竿の半分ぐらい、ちょうどあの曲がったところぐらい、あれがもう、折れて、で、この上の家の屋根の柱がゼロぶっ込めたから、もうちょっとじゃあ、この辺の家見ておこうか。はい、お腹丸見えたの。はい。回ってきました。はい、多分あの重機とこうしてるけど、本当に一番の上まで上がってくらいから一緒ですね。こうなって折れて、これ真っ下に落ちる。なんでこんな風に思考を伸ばして倒した時に、あ、でも全部が折れるもんで、半分折れるもんで、こう倒れていくんだ。こういった、こういう風に落ちてたもんな。ちぎれたらな、真っ下に落ちるけど、こうなって取るやつが結構あるから、40メーター、50メーター、40メーターなんて言うんだよ。これくらいで何メートルがある？これなら7階建て、8階建てですか？9階建てって言ってましたね。9階で3メーターだったら1、27、30メーター。真ん中15メーターでいいから、残り20メーターのものが、まあ、20メーター抜けるってことかな。ズボーンって。はい、そういうことだよね。そういうことです。はい、ちょっと遠目で撮っといていいですかね。はい、あ、突然すいません。はいはい、奥さんさ、そういらっしゃったんですか。あ、うち、あの、私はいたのがあって旦那がいたんですけど、はい、なんかちょっとニュースで見たら、なんか爆発音が来たなーって。そう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 、あ、旦那さんですか。旦那が、あ、そうですか。うわ、もう家をね、なんかもう、そういうとこ取れないですか。これからですね、話が。私は出とるんですか。で、もう、立って帰るとこ取らないですか。うん、それで、これはのそこを取らなくて、え、あ、修理だけ、え、これで、帰りの差も出てないから、あ、今すぐブルーシートとかだけ貼って、あ、そうそうそう、応急処置だけしてもらってる。へぇ、あ、でもそれで、まあ、見なくて住める隣の、あ、ここはまあ会社やから、はい、人は入られへんぐらいの、もうバーンってなってる。下まで砂が入ってます。1階は大丈夫だけど、2階がもうシャーってなってるから、はい、もうで、2階が事務所やったみたいだから、はい、あの、ね、行ってない。誰かおった？あ、いなかった。確かに、誰も、旦那さんがおった。そう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 、今1日なんで、2日なんで、
仕事中に見えなくなって、見えてめっちゃ面白かったですよ、本当に。うわーっ、でこいつバーン落ちてきて、でその日にもう復旧されたんですか、取ってくれて。そう、あとでクレーン、あの倒れてるじゃないですか、はい、アームも折れてるから、それも、はい、ちょっと撤去、夜中までかかってたけど、はい、取ってって感じかな。あれもブルーシートとか、そうそうそう、ブルーシートはでも翌日やったから早くてくれって言ったんですけど、はい、全然ちゃうもん。それがクスなんで。へぇ、あれも保証とかあるのをこれから聞いて話してみます。まあ、ちゃんと終わりますよ。今現場で止まってるんですか。あ、止まってます、止まってます。年中入るって言って、いつから止まっておうか、じゃあ4日、4、5、6、7かな、明日から多分再開するんですか。いや、わかんないです。だから、その作るのかとわかんないけど、お話し合いとかも明日から。ああ、そういうことですね。そうです、レバー取れますよね、と思いますけどね。対策じゃないけど、うん、勇気が振り回れる。でも、どこが保証するのか、まあ、そんなのも聞いてないですよ。まあ、なんかまあ、建設会社なのか、元そうですよ、建設会社が重機の会社じゃなくて、じゃなくてよ。ありがとうございます。ありがとうございます。出ていいですか。出ていいですか。無罪、無罪。こう出たか。塗り替え道場で検索したら、あの LINE からの来てますか。はい、もしあれだったら、編集したやつ一応あの送りますので。めっちゃ貴重な話。はい、すごい。でもこっちに落ちるって本当に良かったですね。うん、ここで、うん、あそこめちゃくちゃ怖いよ。ちょっと塗り替え道場で検索したら、はい、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お休みの日にすいません。だけど本当にもう足りないよな。あとあの柱2本立ったらもう柱は終わるよ。行く方ではあれも最後だから、子供の人もお話も聞けて、こんな事故、まあ、笑い話にしたらなんだけど、こういうこともあり得る、うん、あり得るね。まあでも重機の整備フィルだよな、本当。だって職人が、あの柱なのって死ぬどころじゃないでしょ。死ぬじゃんもんな、一瞬で。で、こう倒れてくるもんね、自分の方に向かって倒れてくるな。建設現場で、まあ、事故はつきもんって言ったらつきもんだけど、まあ、その中でね、まあ、未然に防いで、これも誰がいいとか悪いとかの話じゃないですよ。まあ、まずは、命がね、誰もなかったでしょ。怪我人もなかったでしょ。もうそれ一番いいことだよね。また、ぜひ、ほかの、ふざけた動画も、面白い動画も、大きな動画も上げてきますので、ぜひまた見てください。お願いします。せーの。